皆さんこんにちは。バブルボブル4フレンズディレクターの戸崎剛です。今回は皆さんに本作の最新情報をお届けします。バブルボブルは1986年に発売されたパズル要素のあるアクションゲームです。任天堂スイッチ版とプレイステーション4版がそれぞれ好評発売中のシリーズ最新作バブルボブル4フレンズスカルモンスターの逆襲をこの度 PC ゲームプラットフォーム Steam にて発売することを決定しました。本作はアワハキドラゴンのバブルンとその仲間たちが夜の子供部屋で大冒険を繰り広げるパズル要素を含んだアクションゲームです。泡を吐いて敵を閉じ込め、その泡を割ることで敵を倒したり、泡の上でジャンプしたりといったバブルアクションを駆使してステージクリアを目指します。子供部屋を舞台とした通常ステージと遊び応えのあるスカルモンスターの逆襲ステージ、合計200ステージを遊ぶことができます。コントローラーなどを接続すればローカルで最大4人のマルチプレイを楽しめます。もちろん Steam 版はキーボードをはじめ Steam コントローラーや PS4 コントローラーなど様々なコントローラーで遊ぶことが可能で、キーコンフィグで自由にキーを設定できます。またアーケード版のオリジナルのバブルボブルも遊べます。一人プレイだと真のエンディングを見ることができないので、キーボード一つでも二人プレイができるようにしています。オンラインランキングにも対応していますので、ぜひ世界中のプレイヤーとハイスコアを競い合ってみてください。以上、バブルボブル4フレンズの最新情報の発表でした。今後の最新情報は公式サイトや公式ツイッターでお伝えしていきます。ありがとうございました。